みなさんこんにちは、しおゆみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は以前私のメイクワゴンのお片付け動画を撮ったんですけど、ですね、大きいカメラで撮った動画がなくなっちゃって消えちゃった。オープニングと片付けしてる様子の動画がなくなっちゃって、で私のカメラ携帯で撮ったビフォーとアフターの動画が残ってるらしいので、もう本当にビフォーアフターの動画しかなくて、片付けてる過程が一切消えちゃったんですね。オープニングも消えちゃったので今喋ってるんですけど、なので今からビフォーとアフターの動画しか流れないんですけど、本当にごめんなさい、本当に消えちゃって、本当は家庭でも全部撮ってて食べてたんです悲しいでもせっかく片付けたので、まあビフォーがあって、まあ片付けてこうなったよっていうのだけちょっとね、お伝えできればなという動画です。はい、ということでね今から見ていただきましょう。どうぞ。はい、ということでまずはワゴンの汚さを紹介していこうかなと思います。まあ、これがビフォーアフターでいうビフォーですね。まず1段目汚れ、2段目汚れ、3段目あもう汚いですね。はい、もうなんかどこにね何があるかね、正直把握できてない状態なんですよ。はい、もう一つのピンクの方いきますね。まあ、ピンクの方は白の方はスキンケアなんですけど、ピンクの方は1段目はメイクドールになります。はい、1段目はこんな感じ。あ、これはまあまあ綺麗じゃない、この辺ちょっとまあないけど、この辺もなんかもう閉まってないし、やりっぱなしですけど、まあ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 。2段目、あ、もうここから来ない。え、何が入ってるみたいな。なんでここにめんだこちゃんいるのみたいな。3段目。3段目はまあ、まあ、でもまあ、汚い。まあ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 。でもなんか整頓されてる方かなと思います。なぜかここにハンガーがついてるの。いや、なんか12番が入ってあるし、なんか謎にさ、なんかクリップがついてるの。何も挟まないくせに。まあ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 、ということで以上となります。開いたのすごくないということでね、まあざっくり紹介していこうかなと思います。もう見ただけでわかるでしょ、めっちゃ綺麗になった。こんな感じ、1段目はこんな感じ、2段目はこんな感じ。ちょっと後で携帯の方で撮りますね。で、押してない。で、2段目がこんな感じです。そう、これね、何も入ってないんだよね。何か入れたいなとは思ってるんだけど、こんな感じ。まあ、ここもね、なんだっけ、スマホでね、こう撮りたいなとか。めっちゃ綺麗になったでしょ、頑張った。はい、まず1段目はね、こんな感じ。ちょっとここのね、スペースが空いちゃったんだけど、ここはなんか物をまた入れれば、入れればな、うん、入れれればな入れれればなと思います言えない。で、この辺にね、まあ、ざっくりチューブ類と、まあ、クリーム系と化粧水とかがあります。ボトルですね。で、次下。下は、まあ、ざっくり言うと、髪のオイルと、クリーム系と、スプレー系と、綿棒と櫛とかです。3段目は何もありません。結構綺麗になってくない？結構綺麗になった気がする。仕切りとか使って。減ったね、だいぶ。断捨離とかちょっとしました。はい。で、次はピンクのワゴンです。まあね、ピンクのワゴンはね、そんな変わってないんだよね。配置変えたっていうか、それぐらいです。こんな感じ。ちょっとね、落ち着いたみたいな感じですね。はい。ここも、まあ、こんな感じで仕切りを使ってね、綺麗にまとめました。はい、で、ラスト。もうね、ネイルね、めっちゃね、捨てたの、私。
で、あとなんか、このネイルの上にこの木が乗せることによって、葉っぱ短縮みたいな。そうですね、結構なくなったと思います。はい。ということで、以上です。はい、ということでどうだったでしょうか。まあね、ちょっと片付いたんじゃないかなと思います。今見る限りだともう来た、私の目が悪いかな、あれちょっと汚い、あれ、まあ、もうだいぶ前だからね、だいぶ前、もう3週間ぐらい前なんですけど、なんかあれもうだいぶ汚い、ね、あれ私の目が悪いから、あれまあいいやということで、まあね、あの現状維持はできてないんですけども、できてないかい本当ね、だから来たい機会があれば、うん、お片付けやっていこうかなと思います。というかもうまず部屋が汚い、怖いよね。じゃあ次は多分部屋の片付け動画とか、マイクマゴの片付け動画とか、片付け動画しかないなでもね、片付け動画がね好きですって言ってくれるね人もいるんです。あら嬉しいもう私片付け動画専門動画YouTube になるかな今日も片付けます、明日も片付けます。でもいけるよね、いつも汚いの。そう、なんか片付けると次の汚いの自慢じゃんそれね、本当にさ、部屋をさ綺麗に保てる人本当に尊敬する。うん、なんかね、物の管理ができないの私。学校でも毎日あれがないこれがないっつって、周りの人もね、あ、またシャワー流したのかって思ってると思う。本当に確かに今日はなんかファイルがない、今日は鉛筆がない鉛筆じゃないか、シャーペンか、なんか消しゴムない、あれ定規がないってそればっかで、本当にね周りの人には申し訳ないなって思ってる。うん、なんか毎日巻き込んでうるさくて確かに本当にごめんなさいみたいな、あれ社会の許可しかない、あればっか本当に。ママも多分最近は聞き流してるんですよ、ありがないありがないって騒いでる間でもね、聞き流してる、ね、ちゃんと聞いて、うん、対処してあげてるやん、あれありがとう、ええけど最初は聞き流すでしょ、本当にそうだったら手伝ってくれるじゃん、うん、いつも本当にね、ちゃんと探してってことよ、だそうそうそう、自分でまずはね、そうそうそう、まず第一段階で自分でちゃんと探してどうしてもないってなったら手助けするけど、いつもさ、なんか絶対さ、え、ない、探してない状態で、ないって言ってくるから、これは良くないねってこと。でも未だにね、定規見つかってないの、私。本当だよ、ママの定規返してください、早く。あれ返してなかったっけ、返してない。返しまーす。ということで、お話は長くなりましたが、以上でございます。ということで、それでは、バイバーイ。